どうもブログ編集長のベガです毎日コメントありがとうございます。えー、それではですね、えー、トレードの相場分析の方をね、はい、行っていきたいというふうに思います。はい、あのー、現在の、えー、日時はですね、2021年の6月14日ってことで、えー、現在の時刻はですね、午、えーえー、前の9時23分ってことで、まあ、日経2号が始まったところで、はい、あのー、29,076円、 えー、先週末に比べてね、あの、124円、はい、あの、高いところからスタートしている,いるような感じですね。で、まぁ、あ、あの、はい、えー、まあ、6月に入って、まぁ、あ、結構ね、だたいまあ5月末から、まああの、結構下がって、2万7000円ぐらいまで下がって、また上がってっていうことでね、まぁ、あ、あの、ずっと申し上げてるんですけど、あんまり変わってないですね。<laughs> 日経の方は2021年に変わっ、はい。大体ですね、まぁ、あ、えー 2021年に大体2万6千円ぐらいから、まあたい3万円ぐらい。このあたりのずっとレンジで、はい、あの、まあ続いてるような状況になってます。特に、あの、最近ですね、最近ちょっとあの、はい、あの、4時間足でと、とまあほとんど、その、あんまり動いてないですね。<laughs> うん、まあそういうことでね、あの、 ま、いつもね、あのー、申し上げているようにですね、あのー、ね、ももね、あのー、大きくね、あのー、考えなきゃいけないってことはね、あのー、まあ、はい、あのー、ずーっと俯瞰して、長期視点で考えていくってことはね、もも重要で、あまり変わってないような、その、低迷してるよ、あ、てて停、滞しているような、その、日経みたいな、あのー、リアルの社会から、えー、BTC とか、まあ、あイーサリアム、 はい、XRP みたいなクリプト市場にどん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 あの人とお金が流れていってるってことです、うん、このねまず大きなね、あのー、時代の方向性っていうのはね、うん、リアル社会から要するにオンラインの VR 社会にどん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 人とお金が大移動してるっていううんまさにね、あのー、人類最大の革命が今ねあの世界中で起こってるってことはねまず 押さえていただけると思います。で、ですね、次にね、ちょっと私からちょっとお願いがありまして、あのー、私のね、あのー、動画、あのー、はい、あのー、今ね、チャ、あのー、はい、えー、リアル社会から、まあ、オンラインの VR 社会にどん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 お金が流れていってるんだっていう、これね、あのー、チャートをご覧いただいているのは、はい、ほぼ間違いなく、あのー、投資、お金儲けに興味がある人だと思うんですが、 あのー、私ね、毎日あのゲームの配信やってるんですけど、あのー、ゲームの配信ずっと見てくださいね。<laughs> あのー、全然、あのー、お金儲けの話だからゲームは関係ないなんて思ったら大間違いで、<laughs> あのーみ、あのー、もう密接に関係ありますよ。うん。だから要するに、あのー、ゲームも、要するにお金儲けも、 本質はあ、そういう BTC とか、要するに、まあ、そういう感じでお金も儲けるっていうのね。うん、本質は同じだってことにね、あのー、気がついたら簡単に稼げます。うん、まあ、あのー、圧倒的大多数の人の心理をまず抑えるってこと、世界中にいる。うん、その心理を読めたら簡単に稼げる。で、ね、端的に言えばですね、 あのまあこういうようなそのチャートとかで、まあ、数字として、まあ、人間の心理を学ぶってこと体系的にそれが具体,的か具体的になったのが要するにオンラインゲームの世界っていうことだと押さえていただけます、まあ、あの強調させていただきますがあのゲームと要するに投資は別物だっていうふうに自分あそのゲームの私の配信をですね見て私にはあ自分には関係ない っていうふうに思わないでいただければと思います。うん。まあ、あの、そういう視点で捉えなければ、どうしてもね、こういうような、その、チャートとか数字だけに目移りして、うん。損してしまう人になってしまうので、うん。まず一番ね、あの、絶対押さえなければいけないのは、日経から、日経みたいな、その、オールドエコノミー、リアル社会から、要するに BTC みたいな、うん。まあ、あの、XRP、まあ、エンジンみたいな、要するに、あの、 デジタルマネー、オンラインの VR 社会にどん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 人とお金がな流れてきてるってことですね。これが最も重要。で、このことはね、ちょっと、えー、次の特集にもね、あのー、はい、あのー、ね、ずっと、あの、とあと、のー、でちょっと、あのー、詳しく説明させていただきます。で、先週ね、あのー、大きく、その BTC とか、まあ、イーサリアム、まあ、リップのもそうですが、 まあ、先週から今週にかけて、ちょっと大きく、はい、あのー、動いた局面が、要するに、今ご覧いただけますかね。はい。この、えーはえー、6月7日のね、あのー、まあ、暴落ですよね。うん。ここで、ね、あのー、ちょっと、はい、あのー、まあ、大きくね、あのー、BTC で言えば、だいたい398万ぐらいから、まあ、350万ぐらいまで下がった局面が一時ありました。うん。 この、はい、あの、相場でちょっと稼ぐして、あの、マインドとしては、うん。まあ、こういうようにね、あの、で、もう一つは、えー、今日ですね、今日の朝から、要するに大きく上がる局面があったってことです。うん。これもね、あの、先ほど申し上げたようにですね、世界中のもう圧倒的大多数の人の心理を読むってこと。うん。あまり、あの、 もう、投資に限らずね、まあ、圧倒的大多数の人の心,理心情としては、まずね、あのー、私、投資業界結構、長いっていうか、まあ、<laughs> 5年目とか6年目ぐらいですけど、はい。あのー、長いっていうのがちょっと <laughs> 短いっていうのは分からないですけど、まずね、あのー、もう圧倒的大多数の人は、あのー、リスクを恐れるってことです。あのー、要するに、投資話って言えば、うん。 あの前も申し上げたんですけど、あのー、短期間に一攫千金みたいなこういうような心理が働くっていう風に思うかもしれませんが私の、はいあのー、感想としてはこっちの方が大きいですね絶対に損したくないとか絶対にリスクを取りたくないとかそういうような人がもう圧倒的に多いんですよだから要するに自分の資金がちょっとでもあのー リスクにさらされると思ったら、ガクって下がるんですよ。ねうん、上がり始めたら、要するに、そう、あのー、飛びつくっていう感じですが、うん、まずそのリスクを取りたくない、うん。このね、リスクを取りたくない。損したくない。危険にさらされたくないっていうね、この圧倒的大多数の人の心理。もう、イーサリアムでもリップルで全部そうですよ、うん。全部そうだけど、ここの、ここの心理ね。ここの心理。 絶対に抑えてくださいね。その、要するに大、圧倒的大多数の人と違うね。あのー、はい。だからこそ、あなたがリスクに対して常に向き合うってマインドを持てば、要するに長期的に安定的に稼げるってことです。よくね、あのーえー、自己啓発業界とか、まあそういうので歌われてるように、<laughs> うん、リスクを取ることが最大のリスク回避っていうふうに、 いろんなところで言われてると思うんですけど、まさにその通りですね <laughs>。だからリスクを積極的に取る人は、ここで安値を掴んで、ここでリバウンドで、要するに上昇できるってことでね。うん。まあこういう感じで、まあリバウンドを狙えるっていう。だから短期間に、ものすごい稼げるのは、リスクを取れる人だってことです。まあこの、要するに暴落の時に安値掴みした人は、 もう本当に、な、70万ぐらい短期で、1週間ぐらいで稼いでるんじゃないのこれ。ね <laughs> だからそういうことです。要するに、だからもう、あの、要するに、みんながもう上がってるって飛びついた時は、この時に比べて、要するに、ものすごいそのね、あの、高値で掴んでるってことですね。うん。この心理ね、まずちょっと押さえていただければと思います。ほとんどの人はリスクを取りたくないんだっていう。 危険にさらされたくないんだっていうね、心情をまず抑える。うん。そしたらもう本当に、あの、簡単に稼げる。うん。あとはもうその、あのー、まあ、楽して一攫千金っていうのはね、ちょっと私の中では、うん。まあそういう心情ももちろんものすごいあるんだけど、リスクを取りたくないっていうね、うん。心情が、の方が大きいですね。その、要するに心情を捉えれば、うん。簡単に稼げるってことです。あのー、後とにも申し上げますが、このね、あのー、 圧倒的大多数の心情っていうのはね、あの、心情と行動っていうのはね、うん、リスクをあの嫌って、要するに危険にさらされると思ったらすぐに逃げるっていう、このね、心情。次にも、あの、最も重要なんで、うん。まあ、あのね、まあ、イーサリアムにしても、リップルにしても全部そうだと思います。うん。まあ、だから、その、上がったと確認したら、まあ、全部上がるっていうことですね。 でですね、あの今日ね、ちょっとあの特集で、はいあのー、ご覧いただきたい記事はね、これはかなり重要です。うん、あのー、はい、あのー、下にちょっとリンク貼っとくんですが、ひろゆきがバッサリ切る、今更 DX って遅くないっていう記事です。Yahoo! の記事であの、ダイヤモンドオンラインさんの、はい、記事なんですけど、これね、昨日ちょっと配信、はい、昨日ねあの、早朝に配信された、 あのー、記事なんですが、ものすごい重要な記事なんで、あのー、ぜひ、ねあのー、ご覧いただければと思います。で、はい、で、ね、あのーまあ、ひろゆきさん、ひろゆきさんっていうのは、まあ、2チャンネルを創設された方で、まああのー、ものすごい有名な方で <laughs>、はいあのー、ねあテレビとかまあえー、YouTube で圧倒的な人気を誇るということで、ね、あのー、皆さんご存知だと思いますが、まあご存知ない方はあの下に 経歴が貼ってあるので、まあそちらをご覧いただければと思います。まあ、はい。で、ひろゆきさんがですね、あの、指摘するのはね、あの、これ、手書きでファックスする国、日本っていうふうに、はい、あの、冒頭あるじゃないですかね。ねまあ、例えばその、はい、えー、感じで、まあ様、さまその、ネット化させる必要性は、2001年、これ、盛んに言われています。えー 外国は当の昔にそれを完了させていますとか、日本は遅すぎますねっていうふうに指摘してますが、これ事実ですよ。うん。あの、下のそのコメント欄なんかにいっぱいその、要するに、はい。このね、あの、ひろゆきさんの、あの、指摘とか、まあそういう感じで、あの、あるんですけど、あの、も,ものすごい同意みたいな感じで、 本当にね、DX ってデジタルカネシーエクスチェンジだと思った2021年に IT カットか。これ、うん。こういうような感じでもう、あの、諸外国からものすごい遅れてるっていうね。うん。これね、あの、前、うん。そういう感じでブワーってなんか抵抗勢力のっていうふうに申し上げて、あのー、コメント欄にいっぱいあるわけじゃないですか。こういう。な、うん。 あのー、日本ってね、結構、あのー、IT 先進国とかも全然そんなことじゃないし、未だにね、あのー、本当特に役所とか、あのー、手書きっていうのはちょっと確認してないんですけど、ファックスする習慣があるってことです。うん。い、い、今の時代にファックスですよ。ファックスで、要するに送信したりとかして、情報のコミュニケーションを取る、取ってるってことです。で、前からね、あのー、 繰り返し申し上げますが、今ね、ちょっとリアル社会から、要するにオンラインの VR 社会にどん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 人とお金が流れてきてるっていう中で、前から私、ずーっと申し上げてますよね。うんリアル社会で、要するに、うん、表向きはなんかデジタル化とか、まあ、テレワークとか、あのー、そういうことを言ってるけど、全然その今、既得権益を持った、要するにあ権力持ってる人は推進しようとしてないって。うん だからこそ、要するに手書きのファックスみたいなんで、うん。まあ、もうついていけないっていうのはあるんですけどね、実際。そのデジタル化とかもデジタル機器にもうついていけないっていうのはあるんですけど、まあ、既得権益を守るためにそういう手段でずっとやってる。まあ、デジタル化って認めたら、要するに、もう自分の存在価値が何もなくなって <laughs> しまうっていうのはね。もうありますし、先ほど申し上げたことですよ。うん。 要するに BTC、先ほど申し上げましたよね、この、うん、権力者って家えでも、リスクが怖いわけですよ。デジタル化にあの移行する中で、要するに情報漏れたらどうしようとか、個人情報漏れうん、ついていけないんじゃないかとか、まあ、そういうようなリスクがものすごい怖いから、怖いから、要するにデジタル化にね、どんどん、あの、ついていけないっていうような状況にあります。ただ、私が知る限り、もう本当にあの、要するにアメリカとか、もう中国とか、 もうデジタル化をこ、あのー、バン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 推奨しているあの国からしたらもうかなり遅れてるっていうかなりってもう絶望的に遅れてるっていうような状況があって、うん、だから BTC に関しても本当にあのー、これだけねあのー、まあこれだけね例えば付き合いしてみたらもうこれだけ上がってるわけじゃないですか5年前に比べてそれをその要するに、うん、まあ 国家戦略にしないとか、まあそういうのね、あの、遅いと思うので、し、まあ例えばね、あの、はい、うん、例えば私なんかですね、まあ例えば今手書きでファックスする国、日本ってあるわけじゃないですか、私なんかもう2段階先を行ってますからね、うん、まあそのファックスの先に要するに E メールがあったりとかすると思うんですけど、まあ E メールも最近私はあんまり 使ってないんですよ、うん、まあ,ライあの YouTube のねあのライブで直接あのチャットあのライブでチャットにあのー、ねあのコメントくれた人に対して、あのー、すぐにす返信するっていうで <laughs> 30秒以内にね、あのーま、返信しないと無視されたみたいな感じでバン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 罵声が飛んでくるみたいなね、うん、あのー これは最も重要で,で、仮想通貨に関しても、要するに、あの、インターネット、IT に関しても、根本的には全く一緒で、うん。圧倒的大多数の人は、これですよ。あの、はい。えー、速さを求めてるってこと。速いと、イライラして、ムカつくんですよ。<laughs> うん。これはね、あの、人間心理としてもう明らかで、 あのふあのマクドナルドの藤田伝社長も書籍の中でおっしゃってます。あの速度を我が手にするものが勝つっていうこと。だから情報がいかにこうグローバルに、安く早く、要するに、うん、あの移動できるのも速さだし、だからこそ要するにインターネットが爆発的に普及して、E メールみたいなのが発達して、SNS、今で言ったら、要するにライブチャットですよね。 ライブで、要するにすぐに,要するにあの投,げ投げたら、要するにすぐにあの返しがあるみたいな、そういうものを求めてる。うん、そしたらあの、例えば、送金に関してもどうなのかってことです。例えばあの、ねうん、銀行送金っていう意味で言ったら、例えば ATM まで行かなきゃいけないとか、例えばインターネットで振り込みっていうことに関しても、グローバルには送金できないとか。うん えー、要するに送金手数料高く、うん、取られるとか、まあそういうのがあったら、要するに、世界、最もね、今、世界で最も、要するに、あのー、早く安くね、あのー、送金できるってなうのは、あのー、XRP だっていうふうに思,思っていただければと思います。そういうように、うん、あのー、あまあ、藤田伝社長がおっしゃるように、あのー、安く早く、 うん、グローバルに <laughs>、うんあのー、完全在宅で何事も達成したいっていう圧倒的大多数の人の心理を抑えれば、うん、未来を読むなんて簡単ですよね。うん、それに私のね、あのー、はい、あのー、冒頭ね、ちょっとあのー、まあ、 えー、リアル社会から、まあ、オンラインの VR 社会にどん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 人とお金が流れてきてるっていうふうに申し上げましたが、この VR の社会っていうのは、要するに理想郷ってことです。うん。理想郷を求めているっていう。まあ、まあ、圧倒的大体数の人は現実逃避したいっていう欲望があって、ま、あその、うん、理想の自分を理想郷で叶えたいっていうね、うん、心理を持っているっていうこと。 うん、まあそういうね、あの、心理を、はい、まあちょっとね、圧倒的大多数の人の、要するに心理と行動を読めれば、まあ長期的に安定して稼ぐことは簡単だってことです。まああのー、まあそんな感じでね、本当にあの、ね、ひろゆきさんのちょっと、未だにね、この手書きでファックスする国、日本っていうふうにあるんですが、 あのー、私1月にもそ,その件でちょっと動画で流したんですけど、まあ、こんなそのファックスを未だにやってる人が上に立ってたら危険ですよ。その組織では、まあ、イエスマンみたいな感じで言ったらなんとなく給料もらえるわけですが、外に出たら全くついていけないとか、まあ、そういう自分があるので間違いなく。私が、あの、会社を解雇された時も全くそうだったと。うん。 なので、もう、まあ、とにかくね、あのー、まあ、サラリーマンとして、まあ、あの、上の人にね、あの、言うには結構リスクが高いので、まあ、あのー、うまくこう、立ち回っていただければと思う。あのー、リアル社会ではもう本当に、あのー、そういう感じで、ファックスしてる人に、まあ、そうですね、そうですねって言ってるけど、まあ、あのー、もしね、副業とか、あのー、これからね、例えば YouTube とか、オンラインで活躍したいっていうんであれば、 まあこういういね本当にもう時代錯誤のことをやってるんだ。で、うん。で、やっぱりその権力を持った人ってのは、本当に今の時代、実力があるわけでも何でもなく、ただ、既得権の上で、あの、権力を維持して、お金が入ってくるのを待ってるだけなんだっていうのね。うん。あ <laughs> 言っていいのかな。まあ、そういう感じで捉えていただけると思います。で、こういうことをやってる限り、やっぱりどん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 その国っていうのはね、あの、 まあ衰退化していくと思うんですが、まあ、前も申し上げたように、あのー、日本国とかまあアメリカ合衆国っていうのも、ね、これからの時代っていうのはグローバル化されてくるわけですから一つのコミュニティみたいな感じになって、まあ、その中でその例えば <laughs> ああ Facebook だったり、まあ、と例えば、まあ、Twitter だったり例えば f o r t n i g h だったり例えば <laughs> ベガ帝国だったり、まあ、そういう中で要するに使われる うん、通貨っていうのはね、あの、必ずしも法定通貨ではなくてはいけないっていうわけじゃないってことね、押さえていただければと思います。まあ、そういう感じで、本当にあのー、私はね、結構前から、はい、リアル社会のこう、こういう現状でね、あのー、追求しているわけですが、もう本当にあの、ね、そういうね、あの、権力を持った人たちで今ね、必死にもう、あの、コメント欄にありましたが、もう抵抗す、 もう必死に抵抗して、こういう、うん、あのー、デジタルネイティブ世代とかも、そういう人を、なんとかもう、あのー、叩き潰したいっていうふうに思ってる現状だというふうに思っていただければと思います。ね。あのー、まあ、そういうね、あのー、勢力に負けずに、まあ、今週も、はい、頑張っていただければと思います。で、ちょっとね、あのー、今週もね、ちょっとゲーム配信やってるんですが、必ずね、あのー、 これあの、ゲームと要するに投資っていうのは全く同じものだっていうふうに捉えてください。繰り返し申し上げますが、あのチャートあの、投資とゲームってのは全く一緒で、これ今ねあの、動画で、はい、あの学んでいただくことは体系的に、うん、したものですがあの、ゲームっていうのは、ね、あの具体的になっていったもの。 うん。ゲームの世界の理想郷を求めているっていう。必ずその未来を求めて、要するに圧倒的大多数の人は行動していくんだっていうのをね、押さえていただければと思います。それでね、あの、今日月曜日ってことでね、一週間頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。それでは、えー、失礼します。さよなら。